キヌガサ・テイノスケは日本の俳優、映画監督、脚本家。本名は小亀テイノスケ。小山俳優から転身した映画監督で、シンパ劇団を経て、日活向島撮影所で、小山スターとして活躍後、牧野昌蔵の下で映画監督となった。新感覚派の作家と組んで前衛映画、京津田一ページを制作後、松竹、東宝、大英で、 長谷川和夫とコンビを組んで多くの時代劇映画を制作した。江戸や明治の情緒を新パ劇の素養であでやかに描き出すことにかけては第一人者だった。1953年公開の地獄門は第七回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞。上記以外の主な作品に十字路、雪の上変化など。妻は女優の千葉や秋子。 弟は映画監督の絹笠十四14さん。1910年代1896年1月1日、三重県亀山町大技、東町にタバコ元売さば企業の父、小亀貞介と母、亀野の4、男として生まれる。長兄の光一は、後に三重県会議員を3期務めながら、第7代亀山町長を務めている。 幼い頃から芝居好きの母親に連れられて、歌舞伎、ンパ、蘇我の焼き劇などを見るようになった。1910年、亀山男子人常高等小学校高等科を卒業してから、私塾の笹山塾に通い、1914年の終了後に役者を志すも両親に反対され、同年4月に家出をする。汽車に乗って、東京へ向かおうとした途中、 大垣駅で停車中に、新パ向かいのポスターを見て汽車を降り、一座の宿を訪ねて、お山に採用された。その日の午後に一座の出演する放送座に出かけたところ、藤田義美という立尾お山が、新たに作る一座に加わらないかと勧誘され、藤田義美一座に加入することになった。藤沢は守の芸名で各地を巡業後、中京整備団などを経て、1916年に、 京都の聖魔小次郎一座に加入。一座の花形、井上春之助の名を取って、小井上春之助と名乗り、お山として売り出した。1917年、連鎖劇団の山崎町之助一座に加わって、大阪の角座に出演中、日活大阪支店長の佐々や万事男にスカウトされ、日活向島撮影所に、お山俳優として入社。芸名も、 絹笠ガ之テに変え、翌1918年1月13日公開の七色指輪が第一回出演作品となった。以後、革新映画の第一作と言われる田中英座監督の生けるカバネをはじめ、田中小口監督の金色夜舎、田中監督の斧が積み、清掃機など、5年間で約130本の作品に出演し、 日活向島を代表する小山として活躍した。1920年、この頃から映画界では女優の採用に踏み切り、小山新パの前途に限界を感じた絹笠は、監督に転向し、自身の脚本による妹の死で監督デビューする。妹の死は、機関士が自分で運転する機関車で可愛がっていた、妹を引いてしまうという物語で、藤野秀夫が機関士 横山雲平が家婦を演じた。主人公の妹役を演じたのは、木野笠自らで、その女装のままカメラの脇に立って演出を行ったという。1922年9月、日活向島の総監督に就任した、牧野正造に監督としての才能を買われ、向島在籍のまま牧野教育映画製作所で監督作を発表する。 内田だ人との共同監督によるアーコ西巡査や菊池博史原作の火花などを同制作所で制作。この2作には自ら出演もしており、お山姿の絹傘が撮影日誌の田中十三に、そこで絞ってちょうだいなとカメラを指定したのは、後々まで話題となった。百二十三年頃の写真同年十一月十五日、国際撮影再建のための引き抜きで、 木野傘は、富士の横山、島田加七、荒谷淳、氏、東武雄ら十二名の俳優と共に、日活を退社。国、勝蘇賀も撮影所で、坂田茂則監督の、和室村の娘、牢騒の恋などに出演するが、1923年に、国活を退社し、同志数人と連鎖劇団の木野傘邸之助一座を、結成する。滝野川の笠とのオープンセットで、 自作自演の悲しき結婚をとり、群馬県から愛知県を実演巡業した。同年、名古屋で出演中に再び牧野に招かれ、創立したばかりの牧野映画製作所に参加。同製作所第1回作品の2話の小鳥は、妹の死の再映画化で、同社最初の風切り作品の一本であった。以後は、監督専門となり、現代映画の監督はほとんど、 キヌガサが一手で引き受けた。対策、金色夜舎は、前後編からなり、後編のセット撮影中に、関東大震災に遭遇。1924年に、森岩尾のシナリオによる、恋、寂しき村を監督するが、前者は、空賊上、好ましくないとの理由、後者は、馬車とタクシーの生存競争が、社会的に刺激を与えるとの理由で、地方では、警察から、 上映禁止になるところもあった。その他初の時代劇映画となった、霧の雨、坂東つ三郎主演の恋と武士などを撮った。1925年、直三35が設立し、牧野と提携した連合映画芸術家協会の第一作で、沢田昌二郎主演の月型半平太を監督。沢田の多忙なスケジュールの合間を縫って、 不眠不休でわずか8日間のうちに撮影を完了した作品だが、新国劇の当たり狂言の映画化ということもあり、大ヒットした。続いて、市川猿之助主演で、日輪と、 天一望と伊賀の助を監督。前者は卑弥呼を題材としたものだが、卑弥呼は当時、神宮皇后山天照大臣だったという説があったため、右翼団体が皇室を冒涜したとして不敬罪で酷訴するという騒動が発生し、上映が中止された。1926年、誰からも成虫を受けず、自由に思いのままの映画を作ろうと決意した木の傘は、 マキノの元を離れ、新感覚派の作家である、横光り一、川端康成、片岡哲平、岸田邦夫らと新感覚派映画連盟を結成して、共通た1ページを制作した。日本映画初のアバンギャルド映画と呼ばれ、多重露光やフラッシュバックなどを用いた斬新な映像表現が高く評価されたが、工業的には赤字となり、この一作限りで連盟は解散。 不採返済のため、木の笠映画連盟を名乗って、松竹下鴨も撮影所で、時代劇映画の請負い制作を行うことになった。1927年に、お嬢吉蔵で新人の林長次郎を起用し、以後林の主演で、鬼あざみ、目音し、弁天小僧、海国旗などの時代劇映画を発表した。海国旗は、海外と航近生時代に、 南方へ渡った若者の比例を描いたエピック的傾向の作品で九州や北陸の海岸でロケを観光し数百人のエキストラを使って撮影した野心作である。1928年時代劇から剣を奪えをスローガンに掲げた実験的な時代劇映画十字路を制作。公開後の5月16日に松竹を退社し十字路のフィルムを携えてと、 連盟はこれを機に解消した。ヨーロッパへの当時、キヌガサはソ連に滞在し、プドフキンやエイゼンシュテインらと会い、宮本ユリコ、ユアサヨシコ、カメイフミオラとも交流を深めた。また、エイゼンシュテインとは、市川サダンジのモスクワ公園を一緒に見に行っている。1929年2月、ベルリンに渡って、センダコレヤの下宿に投資同年5月、十字路は、 ウーファ社直営の劇場、モーツァルトザールで、吉原の影という題名で上映された。フランスなど、欧米各国にも配給された。この作品は、海外の常設館で正式に上映され、国際的評価を得た、最初の日本映画となった。1930年8月に帰国。小竹下貨物撮影所に帰属し、霊明以前が、帰国第一作となった。この作品は、 優勝説事件に絡む権力者への抵抗を描き、エイゼン・シュテインの前線のモンタージュを活用しているが、遅刻した傾向映画と評された。1932年には、自身初の陶器映画となる、生き残った新選組を発表。同年、小竹オールスターの大作、中心蔵は大ヒットを記録。林主演作でも、二つ、灯籠、恋名の銀平、 一本型など表入りなどの話題作を次々と発表し、1935年公開の雪の上変化は、松竹創立以来最高の廃集をもたらす空前のヒット作となった。1936年、松竹下鴨の女優で絹笠作品にも出演していた千早秋子と結婚。1937年、 1> 約1年もの撮影期間を費やした大阪夏の陣を発表。同年に新月樹劇団の木のドラマ第一作、笑う手紙を千田コレヤと共同演出し、実験精神を発揮した。1938年11月、海軍のペイン部隊に映画人代表として参加し、関東などへ従軍。期間後の1939年5月、小竹を退社して東方へ移籍する。 二年前に、東方へ移籍した、林長次郎を改め長谷川和夫と再びコンビを組み、蛇姫様前後編、川中島合戦を発表。戦中は、国作物二本を制作するにとどまった。1946年、明治会下期の鉄道建設をめぐる利権争いを、東方オールスターで描いた、喜劇映画、ある夜の殿様が、 戦後第一作となり、翌1947年に島村宝月と松井須馬子の恋愛事件を描いた女優オムニバス映画の四つの恋の物語第四話を監督後東方を退社してフリーとなる。同年、長谷川と山田鈴が設立した新演技座の顧問となり、銅座制作で小判ザメを制作するも東方葬儀も絡んで不評となり、 郊外屋敷を大英との提携で制作してヒットしたことから1950年に長谷川と共に大英の専属となった。暮川掘り、ガツの渡り鳥、修羅城引き木、おさらぎ海岸などの娯楽時代劇を次々と発表した絹笠は1953年にイーストマンカラーを日本映画で初めて使用し、 華麗な色彩美で描いた歴史映画、地獄門を監督。第7回カンヌ国際映画祭グランプリと、第27回アカデミー賞名誉賞、衣装デザイン賞、第20回ニューヨーク映画批評価協会賞、外国語映画賞を受賞し、国際的にも高く評価された。1956年3月、大英の重役に推挙され、以後は重役監督として年間に、 三本の作品を発表していく。新、平家物語、吉中をめぐる三人の女、月形半平た花の巻、嵐の巻といった大作時代劇を制作する一方、ミス日本から大英に入社した山本富士子を起用して、泉強花原作の、不敬図湯島の白梅、白鷺歌安ん乱れ髪で彼女をスターに育て上げた。特に、白鷺は、 第12回カンヌ国際映画祭で特別表彰を受け、その日本的情緒は世界的にも評価が高かった。山本に対して、木野傘は、小山出身の経歴を生かして、シーンごとに自分で演じてみせるなどこと細やかな指導を行った。1966年、大英エソ連の合力撮影所との合作になる小さい逃亡者で、 モスクワ国際映画祭児童映画部門金賞を受賞するが、これを最後に映画監督を引退する。引退後は、恋名の銀平、靴掛かけ時次郎など、東方歌舞伎の演出に当たった。1982年2月26日、脳決戦のため、京都府京都市京区の自宅で死去。86歳没。没後、遺品は、東京国立近代美術館。 フィルムセンターに寄贈され、一部は展示室で公開されている。墓は、当人にある。絹傘の監督作品全118本のうち、戦後期の作品は、ほとんどが現存するが、戦前期の作品で現存するのは11本のみである。その11本のうち、中心蔵、蛇姫様、川中島合戦、すすめ独立期は、完全尺で現存し、 月型半平ペータは14分弱、弁天小僧は11分弱、大阪夏の陣は8分尺の断片がそれぞれ存在する。十字路は東京国立近代美術館、フィルムセンターが4つのバージョンと47分尺のサウンド版を所蔵している。雪の上変化は97分尺の総集編が現存している。天一棒と伊賀の助と狂った一ページは、 1970年代に発見されたそれぞれのフィルムを、木野笠自らが再編集したもののみが現存し、フィルムセンターが前者の44分弱、後者の59分弱のフィルムを所蔵している。また、泉二郎吉名義で脚本を執筆した、シャミセンも、ほぼ完全な形で現存している。カテゴリー、木野笠サ定の助の監督映画参照。ありがとうございます。